日は学びです。本日は勉強しても貧乏な人の特徴、こういったテーマでお話をしていきます。で、世の中的には多分勉強した方が、まあ、お金稼げるようになるとか、勉強することによってスキルが身について年収が上がるみたいな、まあ、こういうふうに言われていて、これは僕も基本的に完全に同意です。完全に同意なんですけど、まあ、ただ、勉強するプラスアルファでちゃんと思考停止していないか、自分でしっかり考えて動けているか、まあ、こっち側のその今自分で考えるって場所ですね。ここができていないと、勉強しても多分一生稼げるようにならないんですね。で、ここについてちょっと話をしていこうと思います。で、最初に僕の元に普段寄せられる、相談のメッセージですね。それをちょっと読み上げていきます。で、読み上げますね。こんばんは。2週間ほど前からプログラミング勉強し始めて、プロゲートで HTML、CSS、JavaScript を学びました。その後に、サイトの模写をやったのですが、驚くほどにできません。何か対処方法などありますでしょうか？また、マナブログには Airbnb を模写しようと書かれていたのですが、難しいです。サイトのフォームなども模写して自作すべきでしょうか？返答いただけると嬉しいですっていう、まあ、こういった相談のメッセージですね。で、この相談メッセージに関して、まあ、この相談メッセージってある方から実際にいただいたもので、まあ、ちょっと厳しい意見の動画になってしまうかもしれないんですけど、まあ、すごい重要な話なので、ちょっとぜひ聞いていただけたら嬉しいです。で、結論から言ってしまうと、まあ、こういった、まあ、今回の相談メッセージを送った方っていうのは、まあ、僕が思うに、まあ、こういう言い方は、まあ、せっかく相談していただいたのに、こういう返答するの、めっちゃサイコパスだなって自分でも思うんですけど、まあ、結論も思考停止してしまっているんですね。だから、まあ、日常生活していて、で、お前思考停止してるよみたいな友達から言われることって多分ないじゃないですか。まあ、だから僕がちょっとそこを、ま、代弁するというか、まあ、昔の僕も思考停止していたので、その実例も後ほどお見せします。もう画像付きで全部、僕の恥ずかしい過去もお見せするので、最初に、ぜひ、ちょっと耳痛いかもしれないんですけど、僕のちょっと意見を聞いてください。で、今回の相談者さんに関しては、じゃあどこが具体的に思考停止してしまっているかっていうと、もう一回ちょっと相談文っていうのを引用しますね。で、それがこちらの場所なんですけど、サイトのフォームなども模写して自作すべきでしょうかっていう、ここですね。で、この相談者さんっていうのは、多分その、何かこう、サイトを作ろうとした時に、まあ、フォームの部分、まあ、いわゆるその、お問い合わせフォームとか、資料請求フォームみたいな、そういうのあるじゃないですか。で、そこを作ろうとして、作ろうとしたけど、まあ、うまく作れなかったと。で、作れないから、まあ、どうしたらいいですか、やり方わかりません、助けてくださいみたいな、そんな感じで僕にメッセージを送りました。でもこれってよく考えてほしいんですよね。相談者さんっていうのは多分、まあ、これ聞いてる皆さんも一緒だと思います。プログラミングにせよ、まあ、ブログにせよもそうだと思うんですけど、動画編集とかもそうだと思うんですけど、まあ、その道で食っていきたいわけじゃないですか。で、その道で食っていくってことは、やはり、プロにならないとダメですよね。もう上級者というか、まあ、普通の人よりも断然知識があるみたいな。まあ、そういう風にならないと、まあ、仕事って入ってこないですし、まあ、就職とかも厳しいわけじゃないですか。ってなってきた時に、じゃあ、プログラミングでフォームを作るって、じゃあ、やるべきですか、やらないべきですか。皆さんこれどう思います？で、これ結論から言うと、まあ、どう考えてもフォームって作れるようになった方がいいじゃないですか。間違いなく。なんでかっていうと、フォームって、まあ、ちょっと調べたりしたらわかるんですけど、プログラミングのすごい基礎的な部分なんですね。で、まあ、ぶっちゃけ多分、2日、3日、4日ぐらい、それぐらい、徹底してフォームについて勉強したら、まあ、ほぼ結構理解できると思います。完全初心者でも。まあ、だから、この相談に対する僕の、回答としては、いや、フォームを作りましょうっていう、まあ、これが答えなんですね。まあ、ただ、今回の相談者さんに関しては、なんでその相談してきたかっていうと、フォームが作れないからどうしたらいいか分かんないっていう部分じゃないですか。で、そこに関して言うと、もし僕が相談者さんの立場だったら、自分はまずフォーム作れないじゃないですか。で、作れなかったら、一旦フォーム作らずに、学習を進めると思います。もう一旦フォーム無視みたいな。作れなくていいや、みたいな。先に進んでしまう。で、先進んだ後に、まあ、一旦フォームのことを忘れていてもいいし、もしくは気になるんだったら、例えばプログラミング、フォーム作り方とか、HTML、フォーム作り方みたいな、こんな感じで検索したらやり方いくらでも出てくるので、まあ、そんな感じでもうググりまくる。ググりまくればフォームの作り方、後から勉強できるんですね。まあ、だからそれでもいいじゃないですか。まあ、そんな感じで、まあ、今話したことっていうのが、なんて言うんですかね。まあ、自分で考えていない人がすごい多い。何でもかんでも、聞いて、それで、例えば、じゃあ、こういうふうにやりましょう、こういうふうにやりましょうって、こう、周りの人から、別の人から、仮に、こう、代わりに意思決定してもらうというか、そういうふうにしてもらわないと、進められない人は結構多いんですね。で、これが僕が、一番思う、なんですか、問題点というか、まあ、要するに思考停止してしまっているんですね。
まあだからまあちょっと厳しい意見で、しかもせっかく相談していただいたのに、いやなんかお前思考停止してるみたいな、まあ僕が答えてるわけじゃないですか。だからめっちゃまあ自分で最低だなと思いつつも、でもやっぱりこういうことをしっかり伝えていった方がいいと思ったので、まあちょっと話してみますと。